はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです今日のトピックはポッドキャストだけでポッドキャストを聞くだけで日本語が話せるようになりますかというトピックですみなさんはどう思いますかポッドキャストを毎日うん、まあ、1時間2時間くらいたくさん聞いてシャドーウィングも 練習したらどれくらい日本語が話せるようになると思いますか？まあ、私はね。本当英語はポッドキャストシャドーイングで勉強して。まあ、1年2年くらい続けて勉強しました。でまあ、答えから言うと。ポッドキャストの？リスニングシャドーイングを毎日。 一時間、二時間、それをまあ一年とか一年半続けると、日常会話くらいは話せるようになります。あの文法の勉強とか単語の勉強とかうん、リーディングとかあんまりしなくても、私は日常会話はできるようになりました。うん。でも。 ポッドキャスト、リスニングだけではペラペラにはならないかも。うん、それが私の答えです。まあ、私は結構英語の先生の簡単なポッドキャストを聞いていたので、やっぱり本当にネイティブがよく使う、うん、フレーズとか、 リアルな表現はわからなかったポッドキャストで勉強できなかったのでやっぱりうーんこれからもうちょっとポッドキャストのジャンルを変えていく必要があると思いますもうちょっとうんリアルな、うん、英語を話す人のためのポッドキャストで自分が好きなジャンルトピックを見つけてシャドーウィングを していかないといけないと思います。うん。まあでもそれでもやっぱり、うん、リスニングだけで英語は日本語は話せるようにならないと思う。まあ、私の大好きな日本語の先生チコ先生が言っていたんですけど、まあうーん本当にペラペラになりたかったらあまり間違いを しないで日本語を話せるようになりたかったらやっぱりリーディングとかスピーキングとかライティングも必要になるんですねで、私は特にリーディングを全然やってこなかったのでなんか英語のストラクチャーが自分の頭の中であんまりねまだね分かってないんですねだから結構長い文章が 私は言えなかったり、まあ、ちょっと複雑な話ができなかったりしますなので私の答えは、まあ、ポッドキャストシャドーウィングだけで、まあ、多分日常会話とか会話のレベルまでは全然いけるでももしもう間違いを少なくしてネイティブくらい上手に話したい日本語を話したいで 思っていたらポッドキャストだけじゃなくてもっとリーディングとかうんスピーキングも本当にたくさんしてでまあ文法とか単語の意味を本当にたくさん辞書で調べていく必要があると思いますはいやっぱりあとリーディングは本当に大切だなって私今思っていますこの リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングこの四つのスキルって多分脳の違うパーツ部分を使っているんですねそんな感じがしますでも日本語の脳はこれ全部を合わせた脳だからやっぱりその中のリスニングだけ頑張ると、まあ、ちょっとバランスが良くないだから、まあ、いつも たくさん間違いをするミスをするみたいになっちゃうと思うんですね。はいまあ、でもやっぱり、まあ、どのスキルを勉強するかこれは皆さんのゴールで決めたらいいいと思います日本語で、まあ、ちょっと会話がしたい日本語を楽しみたいそれだけだったら本当にポッドキャストとかシャドーイング だけフォーカスするのもありだと私は思いますはい、えー、皆さんはね日本語で何がしたいですか日本語を勉強するゴールは何ですかよかったらねコメントで教えてくださいはいじゃあいつも聞いてくれて本当にありがとうございますでもしねもうちょっと 私のポッドキャストを聞きたい人はあのパトリオンのメンバーになってください。1週間に1つ30分くらいのエピソード作ってますでその、まあ、エピソードでは私がいつもあまりしないような話プライベートな話とかをしてます。はい、で興味がある人はぜひ あのパトレオンチェックしてみてくださいよろしくお願いしますじゃあ今日はここまでですお仕事勉強頑張ってくださいじゃあまたねバイバイ